はい、どうも、ヤソと申します。よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、デブストリーム172回目の内容についてご紹介してまいります。まあ、メインはね、もちろん次の大型アップデート、エコーズ・オブ・デュビリとなっておりまして、こちら日本時間で言うと7月の28日ですか、そちらに来るみたいで、まあね、あのエコーズシリーズのアップデートということなんでね、簡単に説明するとめっちゃ細かいアップデートということでね、毎回ヤソちゃんはこのエコーズシリーズ四苦八苦してるわけですよ。どこ動画化しようかなって、今回も悩んじゃうね。今回も攻めてくる D さん。ああ、ちなみにこのオペレータースーツなんだけど、天のコン開催してる時にログインするとこちらもらえるみたいですね。さて、こちらアンダークロフトの開発中のタイルみたいなんですけれども、まあ、新しいタイルも追加されるのと、あとアンダークロフトのミッションも2つほど新しく追加されるみたいで、こちら、抹殺ミッションとなっております。いや、これはね、嬉しいね。抹殺なんで結局倒すだけでしょ、めっちゃ楽じゃんっていう話になってくるんだけど、まあもう一個の方がすごい気になるっていうところで、もう一個何が来るかなってちょっと予想してみたんだけど、傍受なのが一番可能性高いかなって個人的には思ってんだけど、もう一個ね、ワンチャンあるとすれば機動防衛なんですよね全然ありえるっていう。まあでもタイルセットのね、広さからしてやっぱアンダークロフトって結構広いんでね、傍受な可能性が一番高い気がするけど、機動防衛が来た時どうなるかっていうとですね、まあサーキットが地獄になるっていうこちら新しいインカーナもね、合わせて実装されるみたいなんですけれども、まあ今までね、やっぱサーキットで毎週毎週ね、クリアしてってポイント稼いでみたいな、やっと入手できるみたいな方法だったんですけれども、まあもちろんその既存のやり方っていうのもあるんですが、もう一個ね、あのデュビリの商人からプラチナで購入することもできるみたいですね。武器としてはゴーゴン、ガンマコア、このショットガンはボアだね。あとアングスタムにアンクと、アンクの方はサイズのカテゴリーとなっておりまして、まあ正直インカーノンって結局来てみないと全然わかんないなっていうのが正直な感想なんだけど、やっぱインカーノンでね、こう評価される基準として、やっぱインカーノンモードになりやすさっていうのが本当に重要なんだよね。今強いって言われてるラトロンとかさ、トリットとか、あとラトとかもそうだよね。簡単にね、あのインカのフォームになられて戦いやすいっていうところで、まあ、評価されてるんですけれども、まあ、ゴーゴンみたいなね、フルオート系だとちょっとためにくいんじゃないかなって個人的には思うね。でショットガンってね、ちょっとこれ仕様変えてほしいね結局ペレット1個で敵倒しちゃうと、そのなんていうのかな、たまんないんよ。高レベルじゃないとたまんないんよただ可能性があるとすればアングスタムじゃないっていう、この武器でヘッドショットしろって言われたら結構きつい部分あるで正直弾まっすぐいかないじゃんあれそれで連射効かないってなるとだいぶきついから、多分同打ちでもたまるようなシステムにしてくると思うんだよね、アングスタムに関しては。ただアングスタムのそのインカーノンフォームがどれだけ強いかっていうのもまた別の話になってくるんだけど、それがめっちゃ強かったらね、アングスタム使われるような武器になると思うんだけどね。結局この部分に関しては来てみないとちょっと分かんないね、はっきりとは。漂流者の近接武器も追加されるみたいで、剣盾のカテゴリーとなっております。で特殊効果としては、名称なんだったっけ、ガードしながらヘビーのモーションしたらさ、なんかすごい攻撃できるじゃないですか。ただクールタイムが設けられてるよっていうのがあると思うんですけれども、パリするとそれを短縮できるっていうものがあるみたいですね。でこの武器フレームで持つとめちゃくちゃ強いねステータスかなりいかちいね。これ基礎ダメージ300なわけでしょ、で切断が240でしょ、ん 10% で
30だから、80% ぐらいあるっちゅう話これ。3×24なんで。ほんでこのクリティカル確率と倍率ね、 32% はいかちいよ。これ要はモッドコミとかで考えると、まあコンボ軸で BR グラディエーターサクリの方を使う場合だったら、ほとんどオレンジクリ出せて、たまに赤クリポコポコみたいな感じだね。でサクリのクリのところを耐勢力に変えると、黄色クリが確定で出て、オレンジクリが結構出るかなっていうぐらいの確率なわけですよ。ちなみに近接が35か34か、ちょっと正式な数字は覚えてない、確か34からだったかな。BR グラディエーターサクリのクリつけることによって赤クリがほとんど出るっていう、もうほぼほぼ赤クリだけになるみたいな数字なんですよね。ただ攻撃速度が、まあ、0.8 っていうところでだいぶ低いかなって感じなのはちょっと気になるけどね。ただ剣盾カテゴリーって結構スタンスがね、モーションが速くて使いやすいものが多いので、Let her be real. This wisp. あ、ウィスププライムのムービー作られたんですか今回。久々じゃない？プライムのムービー。今回気合入ってるんじゃないですか、ウィスププライム。あれ？もう終わり？ちょい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 待ち、ストップ。軍船のステータス見して。これは強お？お？強い？クリティカル確率が 20% の低さがちょっと目立つかな。っていう感じかな。まあ上がってはいるんだ、 12% だったような気がするんだよね、確か。あれ違う、16だったっけ、なんかそんぐらいだったはずなんで、状態上確率は上げ上げだねこれね。もうここまで来ちゃったらさ、切断しか出なくなるんじゃない、もうもともと割合も高いし。いやー、今年もこの時期がやってまいりましたか、おかえりドッグデイズイベント。いや、このね、ドッグデイズイベントが始まらなきゃ夏じゃないんですよ。ね。そうでしょ、みんなも。もうだって、毎年言ってるけど、ドッグデイズイベントはもう汗だくになりながら俺撮影してるからね、裏では。ちなみに、去年は熱中症になりました。はい。皆さんもね、お気をつけて、ドッグデイズイベントを やってください。マジでやばいんで、ドッグデイズイベントは。もうこれは魔のイベントなんで。巷ではクソイベントだって言われてるけどね。こちらですよ、ドメスティックドローン、今年の新しい報酬これね。いやー、とりあえずドッグデイズイベントやりたいね。もうアップデートがそっちのけで、もうドッグデイズイベントやらしてくれ。じゃあ今日の動画終わろっか。冗談半分マジ半分って感じなんだけど、もうほとんどないなっていう。今回あ、大事なことは忘れてたわ。あー、これがあるじゃん。そう、天の魂の内容がちょこっとね、まあこんな感じでやるよみたいなものもね、言及の方ね、されておりました。まあこちらがスケジュールみたいな感じなんですけれども、そう、クロスセーブについてね、なんかあるんじゃないのみたいな。あと新しいね、フレームもそこでご紹介されるみたいで、なんか名前のね、頭文字が D という名前みたいだね。まだありますね。まあ映像の方では紹介されてなかったんで、バックで、なんか道場を紹介してるっていうところを流しながら、説明させていただきます。クレルボの能力がちょっと変わるみたいで、まあオーバーガードの部分ですよ、主に。やっぱね、オーバーガードのシステムが、まあ、しょうもないということでね、オーバーガードが剥がれた後 0.25 秒ですか、そんぐらい無敵が付与されるみたいですね。これさあ、クレルボのパッシブに含まれるって感じになるのかな。普通にオーバーガード
全般でいいんじゃないかなってちょっと思ったり思わなかったりって感じなんですけれども、クレルボ以外にもそれつけちゃうととんでもないことになっちゃうね。例えばオーバーガード付与できるような、特殊効果持ったものとかね追加されたらあとテンノコンの後にフレームのリワークが予定されてるみたいで、現状イナロスはする予定はないみたいな感じで、ハイドロはやるかもねみたいな感じですね。まあハイドロはやるべきでしょまあ個人的にはイナロスもしてほしいけどね。さて今回のねデブストリームの内容は以上となります。ちなみに Wisp プライムの実装タイミングとしては次のアップデートですね、今回紹介した Echoes of Jubilee のタイミングと同時に追加されるみたいです。これこのタイミングで追加するっていうことは天のコンでは紹介しない可能性があるっていうことかもしれないね。毎年なんか天のコンの時にはねプライムのフレームは紹介されてたんで、今年ワンチャンないのかもしれないですね。その代わりなんかいろいろと情報を持ってくるんじゃないのかなと。いや天のコンは楽しみですね。何にせよあれ今回の動画エコーズオブデュビリーの話なんだけどな、あれ天のコンの話え？まあいいや、とりあえず今回のね、動画は以上となります。また次回の動画でねお会いいたしましょう。それではまた。